ただきました、長官。ありがとうございます。この演奏が、一応ファーストセット最後の演奏となっておりまして、この演奏が終わりましたら、20分間の休憩をいただきまして、またその後にセカンドセットの曲を、どんどんやっていきたいと思います。セカンドセットの曲はですね、ファーストセットと打って変わってポップス系を中心に、演奏していきたいと思いますので、皆さんも、聞きなじみのある曲が、たくさん出てくると思いますので、お楽しみください。それでは準備できましたでしょうか。はい。最後に、演奏いたします曲ですね、先ほども言いましたけど看板に書いてある通り、ルージュの伝言を演奏させていただきたいと思います。アレンジはですね、ピアノの田谷博文が、担当してもらいました。皆さんが知っているようなルージュの伝言とはちょっと違いますが、ノリノリのノリノリの楽しい、失礼しました、ちょっと言葉が過ぎましたね。楽しんでいただけるアレンジになっておりますので、皆さんも、楽しんでいただければなと思います。それではお聴きください。ルージュの伝言です。
とうございます。ゲーサイドリーチのバンドでした。それでは、20分の休憩を終わりまして、世界のチームリーチの実践をお話しありがとうございました。